皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、料理レシピ動画というものについて考えてみたいと思います。実はですね、去年ぐらいから、インスタグラムが流行ってきた時に、料理レシピ動画のことについて話す機会が多くて、以前にも一度動画でも話したことがあるんですが、このような、まずですね、グラフから見ていきたいと思います。こちらからご覧ください。はい、こちらですね、テレビで、見つけたものなんですけど、次に来るネットサービスはということで、急拡大するレシピ動画ということで、まあ、これ Google が提供したグラフなんですけど、レシピ動画の検索数が増えているんだということをですね、表しています。で、特にこの2年ぐらいですね、この2年ぐらい、めちゃくちゃ検索数増えていて、そして、ウェブサービスもめちゃくちゃ伸びているんですね。で、今日はそのレシピ動画、のことについて紹介していきたいと思うんですけど、それをですね、今日やろうと思ったきっかけになったのは、このニュースからでした。MMD 研究所さんがですね、見たことがある料理動画というものに関して、まあ、料理動画に関する利用実態調査っていうのを行いましたと。で、これ女性552人を対象にしているので、まあ、女性だけのデータなんですけど、こちらをですね、まず紹介していきたいなと思うんですが、ここにですね、ありますように、料理をするときに参考にしているものありますかということで、ここに出てきますように、レシピ検索、アプリ、レシピアプリ、ブラウザ、PC で検索している、本を見ている、料理番組見ている、人の口コミを聞いている、雑誌を見ている、みたいなものがずっと出ているわけなんですけど、料理をするときに参考しているものの中に料理教室は 2.9% しかなくて、もう上の方は全部ですね、ウェブですよね。アプリ、ブラウザです。で、このような形で上位にですね、まあウェブサービスが出てきてるわけなんですが、じゃあそれを何で見ているかというアンケートをすると、もうね、答えは分かってますように、スマホ 96% ということで、タブレットやパソコンで見ているんだけども、ダントツのスマホで料理動画を見ているんだということがアンケートに出ています。そしてですね、どんなメディアを見ていますかっていうアンケートに対して、料理動画アプリが 55.2% ということで一番多くなっています。続いて、まあ、YouTube、まあ、ブラウザーで見ている、ブラウザーで見ているって意味わかんないですけど、Facebook の料理動画を見ている、Instagram 見ている、Twitter 見ているっていうふうになってるんですが、まあ、今日はですね、その料理動画サービスっていうものにどんなものがあるかっていうことで、調べてみました。そうするとですね、このような、調べてみました。僕が調べたんじゃないですね。このようなアンケート結果が出ていて、1位、クックパッド、49.6%、2位、デリッシュキッチン、3位、クラシルというふうになっているんですが、実はですね、今回この動画を撮ろうと思ったきっかけは、ちょっと前に実は気づいてたことなんですけど、4月から、このデリッシュキッチンっていうところとクラシルっていうところの2つがですね、テレビコマーシャルを始めて、じゃんじゃんコマーシャルを流してるんですね。で、大体ウェブサービスがブレイクするときって、やっぱテレビの CM がガンガン流れるときとやっぱ一致していて、この2社がですね、今すごく飛び抜けてるんですね。クックパッドは、まあまあ、もうね、みんな知っているサービスの料理動画なので、新しくですね、この料理動画っていう、なんていうんですかね、市場で勝負していこうと思っているのが、このデリッシュキッチンっていうのとクラシルっていうこの二つで、ここがですね、とにかくしのぎを削っていると。で、この二つが、この間あればメルカリとフリマだったように、ここでね、抜き出た方がですね、一気にですね、この料理動画レシピを、まあ、抜け切ることができるということで、まあ、コマーシャルじゃんじゃん打ってですね、まあ、資金調達してですね、やってるのがこの2社なんですが、まあ、続いて C チャンネルですね。まあ、スマホ立て動画でブレイクした C チャンネルの中の料理コンテンツっていうのもやっぱ人気。そして、まあ、YouTube ですね。まあ、世界最大の料理動画サービスの中の料理コーナーも当然人気。そして、だいぶここが離れて、ABC クッキング、料理教室がやっている、ものだったりとか、モグーとか、マカロニとかいろいろ出てくるんですけど、もうこの辺になってきたら一桁なって言って、もう全然桁が違うので、まあそういう意味では、まあ料理動画サービスという点では、まあクックパッド、まあこれはもうね、
レシピとしては定番なので、まあ、レシピから料理流れてきてる感じですかね。まあ、デリッシュキッチンとクラシルの、まあ、2強と言っても、2強もしくは、クックパッドで言ったら3強と言ってもいいんじゃないかなと思います。この辺のことについて今日はですね、調べていきました。で、どんなとこで見ていますかって時に、まあ、料理中に見てるっていう人が、まあ、6割いるんですが、意外なのは2番目ですね。ベッド、布団の中 32% ということで、まあ、これはもう今日多分ベッドを見るっていうことは夜なんで、これが寝るだけなのに、その時に料理動画を見てるっていうことは、まあ、いわゆる隙間時間に見ているわけですね。そして明日とか明後日以降の料理何食べようかなみたいなものでも見てるんじゃないかなと思うんですが、そして3番目、テレビを視聴中に料理動画見てて、これすごいですよね。いわゆる動画コンテンツっていうのをダブルで見てるっていうのもすごいなと思うんですけど、まあ、こんな感じになっているというもんですね。で、このようなことをもうちょっと僕の方で詳しく調べてみましたので紹介しますと、はい、まずクックパッドですね。クックパッドは、これ特徴としましては、クックパッド制作の動画に加えて、投稿動画も掲載していると。だから、コンテンツとして、その、運営者だけじゃなくて、いわゆる SNS 機能みたいな形になっているところなので、まあ、当然動画数がどんどん増えますよね。これが特徴ですと。で、2番目。このデリッシュキッチン。2015年9月創業ということで、まさにですね、この料理レシピ動画っていうところに関して、まあ、新しい風を起こしている、もので、アプリダウンロード数1、ユーザー数200万人って出てますけど、今コマーシャルをじゃんじゃん流しています。で、このデリッシュキッチンの方は、ね、若い女性に大人気の、ママドルですね、木下ゆきなさんを、CM のキャラクターにしまして、そして今、じゃんじゃん CM 流しています。で、一方で、クラシルっていう方はですね、こちらも同じように1分動画なんですけど、こちらは、今人気の女優さん、木村彩乃さんですかね、を中心に、CM を流してじゃんじゃんやってると。この2社が今争ってるわけです。そして今、C チャンネルですね。C チャンネルがあって、YouTube があるわけなんですが、で、料理教室部門からは ABC クッキングが入ってきていて、これは割と老舗です。2014年2月でも結構老舗です。なので、この3年ぐらいに、この料理動画レシピっていう市場ができているということがわかるんですが、そして、モグとか、マカロニ。マカロニっていうのは、どっちかというと、その、まあ、食に関する、グルメに関するキュレーションメディアから、まあ、動画に入っていってるみたいな感じなので、動画だけではないんですけどね、マカロニっていうのがあります。そして、ビデリシャスということで、これビデオとデリシャスをかけているということで、まあ、これフジテレビがやっているものなんですけど、まあ、30秒みたいなものから10分ほどとかまでいろんな動画がある中で、割と長いのが多いっていうのがこのビデリシャスでしょうかね。さらには、ゼクシーキッチンということで、いわゆるウェディング、ブライダル市場から、ゼクシーを転化するリクルートが入ってきています。まあ、若い女性をつかむために、まあ、ゼクシーという言葉を覚えてもらうために、このようなね、料理レシピ動画の方に入ってきていると言ってもいいんじゃないかなと思います。あと、セブンカットレシピというですね、これも1分ぐらいの動画なんですけど、まあ、ここでちょっと話しておきたいことは、キーワードは1分動画っていうものになっています。これは一つは、まあ、このような今まで出てきたウェブサービスというのは、自分とこのウェブサイト、もしくはウェブのスマホアプリで展開するだけじゃなくて、Facebook とか Instagram とか YouTube とかにも動画をですね、同時展開していってるわけですね。で、その Instagram っていうのが、動画が1分投稿しか、最長で1分しかできないということなので、まあ、1分動画っていうものが一つの、その、基準になってきてるっていうのが、あります。そしてですね、テイストメイド、ですね、テイストメイドジャパンですね、海外で人気のレシピ動画が、まあ、日本に上陸したと。これは私が、インスタグラムでよく説明している料理レシピ動画の、アカウントですけど、あります。で、無牛、家事育児と頑張ってママを全力応援というようなものも出てきています。なぜか、ウェブサービス、サイトが今落ちてますけど、こういうのあります。で、ライフシアター、1分程度から30分で様々な動画を投稿しているもの。そしてですね、最後。これ、黒船なんですけど、まあ、テイスティージャパン、バズフィード、世界最大の料理レシピ動画、バズフィード、これちょっと日本語変ですね。世界最大の、まあ、なんていうんですかね、キュレーションメディアっていうか、バイラルメディアっていうんですかね。
バズフィードっていうものが、料理レシピ動画部門のやってるテイスティっていうのがあって、それの日本語バージョン、テイスティジャパンっていうのが入ってきました。ということで、この辺が注目ということで挙げていったわけなんですけど、で、調べてきますと、まあ大体2013年ぐらいから、まあこの YouTube の中に、料理動画って挙げてるね、いわゆるキャラ弁とか、そういう料理のレシピを紹介してるものっていうのは人気が出てきて、そして2014年さっき言った ABC クッキングに始まり、動画で学べるゼクシークッキング、月額980円みたいなのが出てきたり、テイストメイドが日本に上陸してきたり、YouTube の創業者が料理をライブ配信する新サービスを始めたり、で、クラシル、これも2010、去年の話ですね、資金調達をしてきて、で、ポイントは僕ここだと思っています。キューピー3分クッキングまで時間を待てないスマホ世代の女性なんですよね。だから、今まで3分クッキングって、まあ、実際に3分で、料理番組するってことだけでも画期的でしたよね。長い番組がある中で、その3分でキューピーがあったっていうのでも、簡単できるよっていうことだったのが、もう今3分は待てないんですよね。1分になってるということが、まあ、キーワードしてあるなと思います。そしてですね、ここからいろいろ出てくるんですけど、まあ、これ、今流行ってますよっていうのが、まあ、去年ぐらいから今年にかけて、こういうニュース記事がじゃんじゃん出てきてるわけなんですが、まあ、最大のポイントは、ここだと思っています。ここね。ここだと思っていて、まずは、デリッシュキッチンが4月1日に、テレビ CM を開始したら、4月の4日、クラシルが、木村愛乃さんを使って、テレビコマーシャル開始したら、今度はデリッシュキッチンが、木下ゆきな。この時はだから最初の時は木下ゆきなを使ってないわけですね。で、この、木下ゆきなを使って、テレビコマーシャルやってるということで、この、まあ、2社が、CM やっていくことによって、今ですね、急拡大しています。で、インスタグラムのフォロワー数とか、Facebook のいいね数とかっていうのも今すごい増えています。なので、この辺をちょっと追いかけていくっていうことを僕もやっていきたいなと思っています。ということで、まあ、料理レシピに関するニュースとかまとめは、まあ、いつものようにブログのところにですね、追記していきますので、ぜひね、チェックしておいていただきたいなと思うんですが、今日はですね、これらを少しちょっとまとめてみましたので、ご覧いただきたいと思うんですけど、まあ、キーワードになっているのは、まあ、こんな感じになっていて、まあ、動画の長さが長いか短いかっていうもの。でも、短いっていうところは、基本的にもう1分動画です。1分動画がもうほとんどです。まあ、これ YouTube はもう長いのから短いのいろいろあるので、上に入れましたけど、あと、Be Delicious っていうのも、1分動画っていうよりは、ちゃんとしたコンテンツを作ってる方がいいので、上に入れましたが、まあ、それ以外は全部この短い方に入っていて、で、種類が少ないか多いかっていうのは、これ基準が微妙なので、ちょっと適当に分けましたが、まあ、こんな感じになっているということで、まあ、クックパッドとかゼクシーとか ABC クッキングみたいなお金があるとこは、まあ、当然コンテンツも多いんで、ここにあるわけなんですけど、今注目なのはこのデリッシュキッチンっていうものと、そしてこのクラシル、この辺が注目になっていますと。どっちが抜け切っていくかっていうことをね、まあ一つはダウンロード数ですね。スマートフォンのダウンロード数。そして、まあインスタグラムとか YouTube のチャンネル登録者数なんかをチェックしていくと、この辺がわかるのかなっていうことで、ちょっと見ておきたいと思います。で、まあ今日時点ぐらいでちょっとフォロワー数とかいいね数とかちょっとチェックしておいて、まあこの1年ぐらいにね、どういうふうに増えていくかっていうことを見ていくと面白いのかなって気がしています。はい。ということで、まあ、今までであれば、例えば女性誌だったりとか、料理のレシピ本っていっぱい本が出てたわけですけど、まあ、今の人たちは、その本を買わないで、このインターネットで、スマートフォンで、こういう、みんなのね、その、食べたものとか見てたわけなんですけど、そこに、まあ、動画で、レシピを見るというような、まあ、作ってる過程を見ていくっていうのが出てきたと。まあ、確かに、文章を読んだり、写真見るよりも、動画でね、説明した方がわかりやすいですからね。それを、しかも1分は、キューピー3分クッキングみたいな3分で作るんじゃなくて、早送りでも1分ですからね。1分で作ってる、短くなったんではなくて、早送りで、見ているというぐらい忙しくなってきたかなって、隙間時間に、料理レシピ動画を見ているという感じになっています。この辺、まあ、新しい一つのですね、傾向だと思いますので、追いかけていきたいなと思っています。
このようなですね、最先端のビジュアルマーケティングについての教材も販売してますので、詳しくはブログ記事を見てください。インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。